ヨイタのニュースチャンネルです。少子などに形成された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。はい、今回ですね、献血に関するこのコラボの話題が出ていましたので、関連サイトと合わせて紹介していきたいと思います。はい、記事はこちらウェブニュータイプからですね、のんのん日和と日本赤十字社がコラボ、期間内に神奈川県で献血すれば書き下ろしグッズ引換券をプレゼントとですね、こんな感じです。各地のこの献血ですね、赤十字ですが、各地の献血センターがこんな感じでアニメだったり漫画だったりのコラボしているのが結構ありまして、その一環で今回はのんのん日和なんだそうです。これですね。はい、では記事に行きます。放送中のテレビアニメ、のんのん日和ノンストップと日本赤十字社のコラボが決定。3月15日から4月30日まで、神奈川県赤十字血液サンデーでみんなで献血するのキャンペーンが実施されます。キャンペーン期間中、神奈川県内の献血するので、400ml 献血、または成分献血に協力したいし、献血受付で申し出た方には、もれなくのんのん日和ストップ、のんのん日和ノンストップ特製書き下ろしクリアファイルとポストカード引換券が配布されます。希望者にということなんですね。はい、で引換券を神奈川県内のアニメで4店舗で展示すると、現物がプレゼントされます。なるほど。でクリアファイル、&ポストカード引換券の配布は先着1500名となっています。詳細はアニメ、と、公式サイトは神奈川県赤十字血液センター公式サイトでご確認ください。申し出ないともらえない。で、引換券をもらってアニメで引換交換するというのがちょっと面倒くさいというか手の込んだイベントみたいですね。こんな感じで、3月15日から4月30日まで、先着1500名様です。こんな感じですね。はい、こんな感じです。だから1500の割合が、どんな感じでこう各地の献血するように配布されているのか、その中もちょっと要チェックかもしれませんね。はい。ですね、こちらがこんな感じになってまして、こちらですね。日本赤十字社の神奈川県赤十字血液センター、こんな感じでプレスリースになります。先ほどの記事なんですけど、やっぱりのんのん日和とコラボしますよということを、これですね、3月15日から4月30日まで。400ml の血成分献血のどちらかということで、200じゃ出ない。もう200はどうなんですか ?200 はやらないということなんですかね。こんな感じですね。希望した方に、引換券をプレゼントします。引換券をアニメーターに持っていてくださいよということ、こんな感じですね。なってます。こんな感じですね。こういう感じで、前に見ましたけど、献血と、各種の人気アニメですとか漫画とかコラボしてますけど、それがちょっと話題になったり話題になったり話題にならなかったり、いろいろありますけれど、今回は無事終わってくれればいいなというふうには思います。なんだかんだにこう人目を引くというのは大事だと思いますので、こういう感じで一人でも多くの人から血液を集めて、プラスになってくれればなというふうには思いますね。こんな感じです。はい、で繰り返しておりますけど、神奈川県内の献血ルーム、神奈川県内献血ルームと、神奈川県内献血ルームと、これですか、川崎フロン献血ルーム、横浜駅西口献血ルーム、二子玉献血ルーム、溝の口献血ルーム、クロスウェーブ湘南藤沢献血ルーム、本厚木献血ルーム、この中のどこかですよということで、横浜駅、その辺りどこかですよということみたいですね。はい、で3月15日から4月30日から先着1500名様ということなんだそうです。はい、では今回紹介したお二人の記事はこちらの、血液の献血神奈川の赤十字のサイトですね、概要欄にリンク貼っておりますので、興味あればクリックして、読んでいただいて、もしかしたらこの神奈川県内の献血センターで出かけてみてはいかがでしょうか。はい、では今後もこうした形で消費者などに形成された良いニュースや楽しみ皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。で今回はここまでです。ありがとうございました。